みんなさ、お年玉もらったら何か。あっくんはいっぱいお菓子買う。いやでも今回のさ、クリスマスプレゼントもたくさんもらったし、貯金しなくちゃダメかな。貯金ね。あ、でもさ、あの、ナナともうすぐ小学生じゃん。まあね。うん、いろいろ揃えるもあんじゃね。うん、なんかちょっとなんか買ってあげたいなと思ってね。あ、それいいじゃん。学校行って俺たちならさ、いいの選べんじゃないの。でも、お菓子いっぱい買っちゃったらプレゼントのお金残しておけるかな。じゃあさ、これ使ってみたら。え、何それ。何それ。ありがとう。お小遣い帳。そう、お小遣い帳。お小遣い帳。これは子供たちだけで簡単に使えるお小遣い帳だよ。で、このお小遣い帳を使って目標を立てたり、その目標のために我慢したり、うん、まあお金の大切さを学ぶことができるというわけですね。はい、うん、はい、ということで、じゃあね、まずこの動画を見てほしいんだな。もうね、うん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 、そっちか、うん、お小遣い帳なんかつけたことないよね。なるほど。そう、これがはい、使い方を教えてくれるからね。優しい。うん、まあこうやって目標を立てるのはいいことだよね。いや、めっちゃ上がりやすかったね。うん、どうだ、みんな上がった。ハマペン可愛かった。うん、ハマペン先生可愛かったね。うん、うん、はい、でね、これがウェブページなんだけど、うん、まあほらこうやって動画とかクイズ、シミュレーションとか、うん、なんかいろんなのがね、うん、あるみたいなんだけど、うん、見て見て、クイズだってね。ほんとだ、うん、ちょっとやってみようか。やってみようぜ。いくらまで借り入れができるでしょう。1、350万円。2、700万円。3、1000万円。2番かな。うん、私も2番だと思う。俺もそんなもんかな。1000万。違うよ。350万。350万。あ、そういうの込みでも350万なんだ。まあ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 、ちょっと怖くなってきたな、将来が。気を取り直していきましょう。子どもの独立後、定年退職するまでとあと一つどれでしょう。うん、あと一つ。1、子どもが中学に入学するまで。2、子どもが大学に通っている期間。3、定年退職後。1か2で迷うね。これは1っすね。はい、じゃあ2が多いということで。俺絶対1だと思うよ。ほら、行って。なるほどね、うん、いや、お金についてめちゃめちゃ分かりやすいサイトだった。ハナペンもいっぱい出てきたね。出てきた、めっちゃいっぱい出てきた、ずっとね。クイズも楽しかったね。お金の勉強もできたことだし、うん、これを使ってみましょうか。はい、そうっすね。これを使ったらお菓子も買いすぎないで済むんじゃないの。うん、みんなでさ、プレゼントしたらナナも喜ぶかね。うん、喜ぶ、うん、喜ぶと思うよ。うん、多分。あ、そうだ、ちょっと待ってて。うん、どうした。今年さ、あの、おじいちゃんおばあちゃんと会えないから、うん、お年玉、もう預かってるんだよね。イエイ。へぇ、じゃあさ、早速お小遣い帳書いてみようよ。オッケー。そうじゃん、これ使って書いてみようか。そうね、うん、オッケー。ここの、今月の夢や目標ってところ、はい、ナナへのプレゼントをあげるとか書いてみようかな。で、みんな今年のお年玉からどんぐらい出せそうですか。あ、おりません。俺800円かな。じゃあ俺2000円かな。じゃあちょっとそれでナナとのプレゼント買いに行きますか。オーケー。オーケー。よいしょ。レッツゴーショッピング。オーケー。ナナと、ん、お前そろそろ小学生やんな。ちょっとね、買ってきたんですよ。そう、ナナとのために。俺からはこれ、上履きで。ありがとうございます。俺からはこれ、鉛筆削りだよ。イエイ。いや、まあね、学校ね、行ったら鉛筆使うから。じゃあ、俺からはこちらです。でね、筆箱、鉛筆、消しゴムということで。わー、すごい。すごいね。でしょ。まあ、これからもさ、お年玉とかお小遣いもらうと思うし、うん、これからもこれ、お小遣いと使ってこうぜ。お小遣い帳って何。ナナもお年玉もらえるから、まずはさっきの動画で一緒に勉強しようね。うん。で、この浜銀お金の教室ウェブページには他のオンライン動画もあったり、あのクイズとか楽しみながら学べるものが結構あるみたい。あ、皆さんもね、あのお金の大切さを家族と学んでみてください。はい、じゃあナナもこれ
おじいちゃんおばあちゃんからのお年玉だよ。イエーイ。出たお金が俺は2000円かな。残ったお金が1000円。ねえ、俺3000円でしょ。余ったお金はハムペンに入れよう。なんだ、なんか欲しいものとかある。ラジコンを買う。ここそうそう、かける。インスタグラムをやってるんでフォローよろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあチャンネル登録よろしくね。バイバイ。あ